今回は栄養満点オクラとトマトのサンラータンの作り方を紹介します。酸っぱくて辛くて複雑な味のスープなので作り方も難しいのではと思いがちですが、この動画を見て作れば意外に簡単に作れます。さらに味の決め手である酢の酸味と唐辛子、ラー油の辛みが様々な栄養効果を引き出してくれます。そこにオクラとトマトが入ることで健康効果もアップします。そしてオクラの旨味と栄養を最大限にまで引き出して作るサンラータンの作り方を紹介します。それでは作っていきましょう。まずはオクラの栄養と旨味を引き出すためにオクラ水を作ります。水を入れた瓶としたオクラを数本用意します。よく洗ったオクラのヘタを切り取り、切り口を下にして水につけます。残りのオクラも同じようにして水につけていきます。オクラ水とはオクラを一晩水につけたものを飲むと血流が良くなり痛みが消えるという血圧血糖値を下げる特効ドリンクです。期待できる効果はドロドロ血液の回転、腰痛や膝痛などの痛みの改善、ダイエット効果、便秘解消、美肌効果など様々な効果が期待できます。これに蓋をして冷蔵庫で8時間以上寝かせればオクラ水の出来上がりです。これが一晩水につけたオクラ水です。コップに入れてみるととろみのある水が出ています。オクラのネバネバ成分がたっぷりと水に出ています。これをそのまま飲むか料理に使うことで健康効果が期待できます。そのまま飲むと少し青臭いですが、とろみがついたほぼ水の味がします。飲みづらく感じる方はスープなどにするのがいいでしょう。材料はミニトマト5個、オクラ4本、生姜みじん切り小さじ1、鶏ガラスープ 400cc、 オクラ水 200cc です。オクラは 0.3 ミリくらいにカットします。トマトは1センチの輪切りにします。このようにしてカットしておきます。器にあらかじめ酢大さじ1と胡椒を入れておきます。酢と胡椒、そして仕上げにかけるラー油には全く火を通しません。加熱してしまうと風味が逃げてしまいます。スープの温度が酢と胡椒の香りを引き立て、程よいとろみが加減が味の調和を保ちます。鍋に鶏ガラスープの後は元を溶いたものを入れます。オクラ水も入れて火にかけ沸かします。スープが煮立ってきた生姜とオクラを入れます。トマトも入れて煮込みます。オクラの火通すため2分くらい煮ていきます。そうしたら塩小さじ1を入れます。醤油小さじ 1.5 を入れます。
ここで普通なら水溶き片栗粉を入れとろみをつけますが、オクラ水のとろみがあるので今回はいらません。オクラ水を使ってなかったり、とろみがもう少し欲しいと感じたら水溶き片栗粉を入れてください。オクラの硬さを一度確認してよければ次に進みます。火力は中火より少し弱くして卵を細く回し入れます。火を止めてからお玉でゆっくりとかき混ぜ、再度加熱しながら卵に火を通します。卵がふっくらとして浮き上がってきたら出来上がります。卵に火が通ったら酢と胡椒を入れた器に静かに流し込みます。一気に流し込まずに数回に分けて優しく流し込むのがポイントです。こうすることでスープの温度が酢と胡椒の香りを引き立てます。ラー油を小さじ1垂らします。ごま油小さじ1を垂らします。これでオクラとトマトのサンラータンの出来上がりです。詳しいレシピと作り方はブログにも書いていますので、そちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄にあります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。